すごい、まだあったんだ。すごい。大丈夫ですか？何でしょう？いや、もう経営が傾いちゃうんじゃないかな。そこはショウコさんのね、あの、そこはショウコさんの服とかで。あ、素晴らしい。あり得る。はい。それぞれ古代種って古代種って言いますけど、古い種類、ヨークシャー種とかパークシャーとかっていうのは、はっきりどれがどれだったか忘れたんですけど、肉の種類はいいけれども、例えば育ちにくい、大きくなりにくいとか、例えば飼育が難しいとか、飼育期間が長いとか、いろいろ弱点があるわけです。それをこう交配で掛け合わせることによって、この子は美味しい、この子はそんなに美味しくないけど育てやすい、この子は気難しいけどすごく美味しい。とかってこうポンポンポンって掛け合わすと美味しい美味しい美味しい。でも飼育しづらいことをこっちで消し合った。この子が入ったことによって飼育期間が短くなったとか。そういったことをたくさんやったのが三元豚っていうもの、四元豚っていうもの。だから必ずしも実は優れているばかりではないということですね。厳密に言ってしまうんですね。ちょっと待ってください。池上って呼んでもらってもいいですか？年末特番なんで。年末特番のノリでお送りしています。ちなみにあのオーナーは何元豚なんですか？はい、僕はあの8元豚ぐらいです。な、美味しそうです。あのただま僕が分かるのはね、父母、じいちゃんばあちゃん、じいちゃんばあちゃん、ひいばあちゃんとか知ってるのは8元ぐらいで、残念ながらあのひいじいちゃんとかひいおばあちゃんは全部知ってるわけじゃないので。知らないところから掛け合わすと分かりません。もう8元豚今は高いよ。分かってると思うけど今はすごい高いよ、はい、今は8元豚は高いね。8元豚ですよね。素晴らしいね。素晴らしい。召し上がってみてください。はい、食べましょう。はい、はい、美味しいですね。